テーマ何ですか、はい、2020年の目標達成のためにどういう方向に、どんな努力をしたらいいでしょうかという問いに対してのお答えでございます。ここに4枚のカードが並んでいますので、はい、こうイメージでねこれがいいなっていうのを選んでいただければと思います。直感ってことですよね。直感で あれこれ考えないであこれっていう風な感じで考えていただければいいと思います。なるほど、深く考えずにっていうのが一番難しいですけど、はい、視聴者の皆さんも1枚ですよね、はい、1枚選んでくださいね。1枚です、はい、じゃあ私も直感でいきます。左、一番左、こちら目に入ったのでこれでお願いします。はい、わかりました。2020年目標達成のためになので、はい、こちらのねカードを選ばれた方っていうのは、はい、物質面よりも精神面を大切にしましょうと。あ、なので、どちらかというとですね、うん、信仰心とかを持ったりとか、はい、まあ、台湾で言ったら廟とかにね、うん、パイパイに行ったりとか、お家の、日本の方だったらお家の仏壇とか神棚に手を合わせるとか、そういうことによって精神性を大切にすることによって目標達成に近づくという意味がございます、うん。じゃあ私以外の方、はい、もし左から2番目のねこちら選んだ方っていうのは、2020年というのはあんまりいい時期じゃありません。なのでそういう時期は無理をしないで自分でなんかすると間違った決断を選してしまったりするので、どちらかというと目上の方とか先輩のね意見を聞いてそして行動する方がいいんじゃないかなと思います。そしてこちら、はい、こちら選んだ方っていうのは2020年とっても順調ですので思い切って進んでいっていいと思います。ただし自分の私利私欲だけに走るとそのいい運がなくなってしまうので、公のことみんなのことを考えてこれをすることが世の中のためになるかとか会社のためになるかとかみんなのためになるかとか、そういうことを考えながら行動すれば何でもうまくいくというそういうカードです。なるほど。じゃあ最後これは何だろう、はい、こちらの方は基本的にはうまくいくんですけれども、はい、うまくいくことによって自信過剰になっちゃうんですね。よっしゃーみたいな、うまくいきますもんね、はい、調子いいですもんね。そう調子こくのがいけないって感じ。調子こくのがいけない、はい、聞きました調子こくとその目標達成の手前でこけてしまうので、せっかくそこまで順調にいったらそのまま、自分でね自制しながら進んでいただければ OK です。なるほど、はい、あまり舞い上がりすぎずにやっぱりこれ冷静さを忘れずにね、はい、地に足をつけて歩いていく、そういうことです、はい、なるほど。リュウハ先生どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。こうしてこう1枚選んで2020年の目標達成のためにどんな努力をしたらいいでしょうかという占いでしたが、皆さん何やりましたか2020年を目標に向かって頑張ってくださいね。いい年にしてください。良いお年を、はい。